はい、どうも、かごたつです。ご視聴ありがとうございます。本日は、8月の24日水曜日、収録時もありまして、お知らせ更新来ておりますので、確認していきたいと思いますが、早速ね、新しいキャラクター見えております。はい、上から見ていきます。よろしくお願いいたします。まずはですね、メンテナンスということで、8月26日金曜日14時から16時、通常メンテナンスのようです。はい、まあ、ここでね、箱、翼、2度目の調整が行われるかと思います。はい。で、次ですね。新選手、マドリードブランコのね、マルセロ、ベッカムモドキ、ロベカロさんですね。ベッカム、ビーカムでしたっけ？マルセロは名前ちょっと忘れちゃいましたけども、はい。この3選手となっているようです。8月26日の金曜日16時から、9月2日金曜日13時59分となっておりまして、こちらは無償版ですね。ステップアップガチャ。まあ、今まで通り、ステップ3で SSR 確定、ステップ5で新選手確定と、ループしますよとなっております。はい。で、これが優勝限定ですけども、優勝限定に関しては、ちょっと違う、今までと、選手単体の優勝がなくなっていてですね、ステップ10で新選手と交換できるメダルのおまけ付きということで、ステップ10まで行けば誰か一体選べるですよね。で、一応ステップ5が SSR 選手確定、ステップ8が、まあ、これがね、SSR、あ、これも確定か。で、ステップ10で新選手交換。なので、これはちょっと、難しいっすね。単体だと、とりあえずね、狙いの選手に絞って、まあ、ハーフステップまでにね、取れる可能性っていうのも、だいぶ高い気はするんですけども、今回ね、この形になると、まあ、ハーフのステップのところで、誰か一体来る可能性っていう、まあ、そこの確率は変わんないにしても、ね、今まで的が絞れていたものはちょっとこう範囲が広がってしまうので、まあ最後のステップまで回さないといけないケースが増えるのか、ただそこまでいけば、まあ2選手うまくいけば、ね、新選手取れたりということもあるのか、はい。これはちょっとね、いいか悪いかは何ともちょっと言い難いですけども、ステップアップ優勝限定の方に関して言うと、ちょっとやり方が変わるようです。まあ、これからね、こういった形になっていくのでしょうかね。はい。で、詳細はここには出ておりませんので、この後のディスコードで出るかどうか、まあ、ここ最近ね、ちょっと選手情報をディスコードの方で出ないことが続いてますので、出てくれるとね、いいんですけども、はい。現状はここでは今出てませんというところです。はい。続いて、で、ネクストドリーム新シナリオが追加されますよということで、8月26日金曜日16時から、石崎くんとね、美咲くんなので、イタリアの続きがあるのかな？と、フランス、まあ、こういったところが描かれていくのでしょうかね。楽しみにしたいと思います。で、続いてこちらが、新選手ビーカムでいいのかな？はい。の、1日1回限定のシナリオになってますね。8月26日金曜日16時から9月2日金曜日23時59分となっておりまして、選手強化に使用できる報酬ということで、潜在スキルを解放するためにはリバウルさんのね、メダルが必要なんですかね。あとはタックル技と選手専用のブラックボールがもらえるということで、イベントスコラボの時に、こういった形で、新選手のね、技とか、専用のブラックボールをもらいましたけどもね。まあ、これ非常にありがたいですね。はい。で、合わせて、マルセロ・モドキの、はい、選手ですけども、まあ、こちらも、ドリブル技と選手専用のブラックボールというところが手に入るシナリオが、まあ、同じくね、26日金曜日16時から9月2日金曜日23時59分までとなっております。はい。これはもうサイドマスターとかになるのかな？ね。で、こっちは、攻撃的な守り、ディフェンシブミッドフィールダーとかね。まあ、その辺か、まあ、ディフェンダーか、というところになるのではないかと思われます。はい。で、
なんと技属性強化杯というのが来ますと。まあ、以前ね、速属性強化杯、力属性強化杯っていうのが、まあ、結構今年に入って早々ぐらいでしたっけね、2ヶ月続けてありましたけども、まあ、今月3回目のオンラインがここでやってきますが、技属性ということです。怖いですね。キャプテン C の翼くん。あとはね、代表アウェイニフォームの葵くん。この辺が無双する気がしてならない。非常に恐ろしいですね。まあ、このタイミングで、箱翼に関しては修正が入りますんで、まあそこは、まあさすがにね、無双できるようなものではないと思われますけども、ちょっとね、レギュレーション含めて、まあ、もしくは箱翼の調整具合がどうなるのかというところは気になるところでございます。はい。で、こちらも8月26日金曜日16時から1週間ですね、9月2日金曜日13時59分までとなっております。はい。お知らせに関しては以上です。で、これね、先ほど口頭でお話ししましたけども、箱翼、直近でね、2回目の修正が入ります。これが金曜日16時となっておりますので、はい。まあ、どのような調整、まあ、選手設計をね、今回に関してはね、しっかりとして、まあ、程よくね、使える形であればいいですけどもね、も全く今度使えなくなっちゃったらなっちゃってね、ちょっと、って気がしますけども、はい、どうなることやらというところです。はい、ここでですね、ディスコードの方が、まあ、ちょっとね、遅れて更新ありましたんで見ていきたいと思います。ちょっとね、盛りだくさんなので、はい、順番に見ていきます。ディスコードコミュニティの皆さんこんばんは。本日はクリエイティブチームと選手設計チーム、企画チームからのお知らせです。まずはクリエイティブチームからネクストドリーム第12弾について紹介します。今回はパリの三崎太郎、そしてイタリアに渡った石崎亮を中心としたストーリーです。試合展開は一休みとなり、彼らのその後にフォーカスしたものとなっています。懐かしいキャラクターも登場し、彼らのプライベートの日常を演出するため、カットインイラストや背景など、新規で書き下ろしを行っています。彼らの成長した姿にご注目ください。ということなんでね、ヘルナンデスとかね、出るんでしょうかね。はい。で、それぞれのキャラクターたちによる世界での戦いが始まります。今後の展開にもぜひご期待ください。続いて選手設計チームからドリームフェスに登場する選手を紹介し、させていただきます。ドリームフェス。今回のドリームフェスの新しい選手はメキシコライジングさんのリカルド・エスパダスです。リカルド・エスパダス注目ポイントが新規パンチング必殺技ブーストパンチ最高威力520。特技パンチングマスター。潜在スキルが絆、パラメーターダウン耐性、ロングフィード、クラブ選手キラー、セーフティーゾーン。絆は技属性が2人以上いると全員のパラメータープラス 5% となっております。メイン必殺技のブーストパンチは最高威力520とエスパダスのパンチングでは最高威力の必殺技です。今回のエスパダスはパンチングとキャッチ両方をこなせ、特技パンチングマスターとロングフィードがあるので、パンチキラーやキャッチキラーを所持した相手や状況によって使い分けることができます。クラブ選手キラーの効果により、超ドリームフェスのブライアン、連戦ブリンクなどのクラブ選手のシューターに対して有効な選手です。パラメーターダウン耐性を所持しているため、他にもパラメーターダウン耐性を所持している選手を起用することで、デバフ型のデッキに対抗していくことができます。ということで、まあ、なんとなくね、予想通りではあるかなと思いますけども、エスパダスがやってくるということですね。で、なんとね、パンチングマスターとセーフティーゾーンじゃないや、ごめんなさい、ロングフィードがあるので、ね、パンチングで弾いても、ハーフラインあたりまでね、ボールが行き渡り、キャッチすればロングフィードで、味方選手にね、ゴールに一番近い、ハーフラインの手前のね、選手に届くということなんで、あれですね。カウンターが非常にしやすい感じでしょうかね。まあ、キャッチの技がどれぐらいかというのと、パンチ、キャッチそれぞれのステータスっていうところもね、非常に気になりますけども、ね、絆もね、5%、さらにパラメーターダウン耐性があるってことは、かなり優秀なんでしょうかね。まあ、クラブ選手キラーとかもありますが、技属性みたいなんでね、例えば、
今のね J リーグの新田くんが力ですから、その辺にどうかっていうところ、まあセーフティーゾーンなんでね、エリア内で打たれてしまうとちょっと難しいのかなっていうところと、スタインですね。スタインがクラブ選手でもないので、まあ力属性ですしね、まあそのあたりが、うん、結構ね、刺さってくるのかなというところでしょうか。はい、続いてですね、9月の情報調整選手の情報も出てきております。はい、また9月の情報調整選手を紹介させていただきますということで、キャラとしてはビクトリーノ、マーガス、カリウサス、このあたりはドリコレですかね。で、オチャド、エムンバッパ、レイマール、こちらはネクドリの、3選手。まあ、ネクドリでこの前パリの3選手が来るってことはね、おのずと三崎くんが期待されちゃいますね、9月ね。はい。でさらに、サンターナ、こちらは、フェス、去年、もう一昨年になるんですね。の、超フェスのサンターナ。で、さらに、ピエール。こちら、これもフェスかな？はい。ちょっとね、画像もありますので、見ていきましょう。はい、ちょっとね、順番異なりますけども、サンターナがこちらです。はい。で、マーガス、ちょっと古いやつですね。はい。まあ、ジュニアユースの、マーガス。で、カリウサス、ドリコレの、まあ、一番最初に出てきたやつですね。で、ピエールくんですね。こちらと、はい、ビクトリーノ。これもだいぶ古いところですね。これもジュニアユースになってます。で、レイマールがいて、オチャド。で、エムバッパ。はい、こういったところが、トータル8キャラですね。9月の情報調整ということになっております。ちょっと古めなキャラもね、多くいますので、まあ、どのように、変更があるかね、非常に楽しみなところと、まあ、何よりも、パリの3選手がね、ここに来て、情報調整ということで、やっぱり、三崎くん、この辺がね、そろそろ登場が期待されるのか、まあね、ここで、どうなんでしょう。まあ、9月のネクドリでパリっていうところはね、十分あり得るのかなというところでしょうか。はい、ディスコードの続きですけども、最後に、企画チームから先日実施した RNG 調整並びにディフェンス時のマニュアル操作アンケート結果を公開させていただきますということで、まあ、いくつかデータがね、出てましたが、ちょっとこれは別で、内容は、動画の方にしたいなと思いますんで、ちょっと割愛させていただきます。はい、最後になりますが、今後の調整日程ですが、8月26日金曜日に RNG の再調整を実施させていただきます。今回の調整では確率による運用層をさらに減らした仕様を適用させていただきます。また、ディフェンス時のマニュアル操作につきましては、9月2日金曜日実装予定のカップ戦にて、ディフェンス時のマニュアル操作も選択できる形式での実施を予定しております。アンケートへのご協力ありがとうございました。この結果を踏まえてアップデートにつなげていきます。今後も各施策と合わせまして、再度アンケートを実施させていただきますので、引き続きご協力をお願いいたします。ということですが、まあ、若干気になるのが9月2日金曜日にもカップ戦があるということで、またしても2週連続、まあ、今週もね、技属性強化杯があるとお知らせに出てましたんで、またしても2週連続でカップ戦と。いうところになりそうです。はい、ということで、アプリの方に戻りました。ディスコードの方でね、この3選手、マルセイロ、あとはビーカム、ロベルト・カロルスですかね。この3選手についての情報はちょっと出ていなかったですけども、早くもフェスのね、情報というのが出ておりまして、はい、まあ、ね、予想に、されている方も多かったと思いますけども、エスパダスとなって、まあ、ネクドリのエスパダスですね。となっておりましたね。はい。ね、まあ、この3選手も非常に気になるところですけども、エスパダスもね、特技とかを見る限りではね、まあ、パンチキャッチどっちもできて、カウンターにつながりやすい性能を持ってたりというところ、あとは、絆が 5% な上に、パラメーターダウン耐性ですね。こちらもついているということなんで、これは非常にね、気になる性能ですね。だからあれですよね、多分、ドールマン今使っている方は、まあそれに代わる、
ゴールキーパーとして結構ね欲しいところではないかなと思いますね。はい。で何よりも情報調整の情報として、パリの3選手ね、ネクドリの3選手ですから、まあ、これはね、こちらのバナーにあるように、まあ、美咲くんも描かれてますから、9月のネクドリ、美咲くんに期待する方は非常に多いのではないでしょうかね。はい。あとこれね、また9月のネクドリなのか、9月のフェスとかね、ドリコレとか、まあ、そういったところに持ってくるのか、まあ、はたまたね、もっと引っ張ってくるのか、はい。まあ、いろいろ考えられるところではありますけども、まあ、ストーリーも含めて、ネクドリの方はね、非常に楽しみにしたいなと思います。はい。まだね、8月のあの、情報調整、翼くんと日向くんもね、残ってはいますけども、まあ、早くも来月の情報っていうのは出始めてきましたので、はい。まあ、今後もね、楽しみではありますね。というところでございます。はい。あとは、ま、カップ戦ですよね。これが、はい。技属性強化杯っていうのが、26日、金曜日からとありますけども、まあ、ディスコード見る限りでは、マニュアルディフェンスが使えるようになるのが9月2日のカップ戦でも導入されますということなんで、2週続けてカップ戦がまたありますというところは、とても気になってしまいましたと、はい、いうところでございます。はい。そんな感じで本日は以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。